どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこのちっちゃくてかっちょいいウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん、今日のバンドはやばいバンドですよ。やばい T シャツ屋さんです。やばい T シャツ屋さんというバンドがあるんですよ。これがまたね、もうすっごいやばい曲なんです。面白いですよ、このバンド。ほんとね、テンション上がりますね、これは。曲のタイトルは、集まれ、パーティーピーポー!やったー!この曲を、このちっちゃいウクレレでガズレレ流、簡単で、しかもかっちょいい感じでやりたいと思います。ちょっとですね、でも今回、どうしても出てきちゃう難しいコードがあって、ちょっと後でこれ解説しますけど、いつものようにガズレレヒスコードだけではちょっと収まらなくですね、ちょっとね、癖のあるコードが出てくるんですけど、まあやってみましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル簡単アレンジで4つ弾きでやります。後半はあの雰囲気が出せるように、もうあのやんちゃ感が出るように、うわーって感じでできるようなかっこいいバージョン。最後まで2バージョンご覧になってください。さあウクレレやってみたいなとか面白そうだな、私の好きな曲もウクレレでできるかな。できます。ウクレレね、すごく楽しいです。他の楽器ももちろん楽しいんですけど、これいいのはちっちゃいからいつも持ち運べるし、キャンプでもバーベキューでも学校でも持っていけて、ささっと弾けるのがいいんですよ。しかも簡単、これがいいですね。はい、他の楽器よりもはるかに簡単です。でも奥もすごく深いからずっと続けられるね。もう本当パートナーになりますからね。今ご覧になってるガズレレ YouTube を見てるだけで、どん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 ウクレレで音楽が楽しくできるようになります。はい、まずはですね、やったことない方、ここにね、もうちょっとリンクありますね。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の1から順番に動画を見てると、知らないうちにあれ私今弾けてんじゃないかってなりますから、じゃあリンクありますよ。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今まで私が取りためた700曲以上のありとあらゆる音楽の、簡単ウクレレバージョン、レッスン動画がもうすでにアップロードされております。最新 J-POP からロックバンドから、定番の J-POP、夏メロから洋楽もあるよ、ハワイアンもある、映画音楽、アニメソングも、もうありとあらゆるのをウクレレで簡単にしてます。さっきの、リンク先の下の方に行くと検索できたり、リストから選べるようになったりしてますんで、ぜひ、いろいろ見てみてください。さあ、早速やってみましょう。やばい T シャツ屋さんの集まれパーティーピーポー、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。シャッ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 エビバパリピパリピ、俺も混ぜてくれ、酒飲めへんし踊れへんけど、パリピパリピ、平日はちゃんと働いてる、パリピ偉いパリピパリピ、混ぜてくれ、酒飲めへんし踊れへんけど、パリピパリピ、休日はヒザロで焼いてる、パリピレッドブルでおかわって飲んで吐いた女持ち帰って朝まで楽しむパーリーピーポー。シャッ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  Everybody! イエーイ。せーの、チャチャン。はい、やばい T シャツ屋さんの集まるパーリーピーポーやってみました。これ今4つ弾きのシンプル簡単バージョンなんですけどもね、息する暇ないぐらい言葉がもうたっぷり詰まってますから、やおなしにテンションが上がっちゃいますね。また歌詞の内容がもう凄まじいんで、もうなんかね、もうこれ、とにかくパーティーピーポーって感じです。はい。今やったのはシンプルな4つ弾きでやったバージョンで、これから後半ではね、リズムの方に持っていくんですけども、今の簡単バージョンのコード、ちょっと見慣れないの出てきちゃった。
いますね。で、これね、いろいろ調べてみたんですけど、どこのキーに合わせてもちょっと難しくなっちゃうんで、今回はちょっと後でコードはね、レクチャーしますけれど、動画のテロップと合わせてもらうのももちろんバッチリですけど、それができるようになったらノートに書いて、それをやるのがいいということなんですけど、まあちょっとその参考になるようにこれ見てもらおうと思うんですけど、私のノートね、メモ書きノート。ここはもう今の決めなんですけど、じゃあ、ここは本当は、じゃあ、ちゃっ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 てシャッシャーに合わせてカッティングが入るとかっこいいんですけど、まあ今は聞いていただいた通りに C の4つ弾きでやりました。で、こっから一応 A メロが始まります。ちょっとこっからなんか雰囲気をつかみつつ、この A シャープとね、 D シャープとかまあほぼ見たことないですね、皆さん。後で解説しますからね。はい、この辺メモっといてください。はい、で、このイントロがね、今シャッシャッシャッシャーをこう3回やってエビバディやって、このコード付きを二回しして、また最後にまたここのシャッシャッシャーに一回戻ってっていう、まぁ、ちょっと動画を参考にしてください。はい、で、ここメモってもらったら、じゃあ次ここだな。はい、んで、ここのところの F が、今シンプル簡単バージョンは F でやったんですけど、後半のかっこいいバージョンはここのブロックだけ下に書いてある F マイナーに置き換えますんで、これも後で解説します。ひとまずメモっといてください。はい、テロップと見合わせてもらうのももちろん大いいと思います。で、ここら辺でまたちょっとね、面白いコード進行出てきます。これ、Am とか CAUG とか、はい。で、ここまで来て終わるという感じですね。はい。この辺のやつを、ちょっと、これも見慣れないに解説しますからね、ちゃんとね。はい。はい、ということです。で、出てくるコードなんですけど、ちょっとこれ見ていただきたいんですが、ちょっとね、今日場所なくなっちゃったんで、言葉だけで。まずね、ここのアルファベットだけ。C と F と Am と、ここ D7。あと G7 と Em7。このコードと、これは Fm だけ。今出てきてません。で、この A シャープ、D シャープ、C、AUG、オーギュメントですけど、まずね、ここのアルファベットだけ書いてあるやつ、はい、この C、F、A マイナー、D7、G7、E マイナー7っていうコードは、これは超入門コードのグループの中のメンバーなんですよ。これです。ガゼレレ必須コード。コードというのをね、ウクレレとか楽器やるときは覚えなきゃいけないんですけれども、コードって星の数ほどあるんですけど、全部覚える必要もなければもう無理なんですけれども、ウクレレで音楽始めようと思うときに、ウクレレにとってものすごく便利なコードが8個あります。8個。しかも、押さえるの簡単で、入門コードです。その8個をまず最優先に覚えて、全部の基本にしてください、ウクレレでやるときに。それがこのガゼレレ必須コードと呼ばれている8個のコードのグループなんですけど、このコードは以前私がめちゃわかりやすく、頭にスッと入れる覚えやすいような解説動画を上げてますんで、ここでリンク貼っときます。ここでこのコードを覚えてください。で、そのガゼレレ必須コードの中の、1、2、3、4、5、6個か。6個のコードがまず基本にあると。で、今日問題になってくるのはこの A シャープと D シャープと C オーギュメント、C AUG。これちょっと解説していきます。まず A シャープ。A シャープっていうのは押さえる場所。こことここと、こことここなんで、ここ人差し指でちょいちょいと2つ押さえてちょんちょんと立てる。こんな押さえ方がいいと思います。ちょっと慣れてる人は1フレット人差し指で全部押さえて、セアっていうんですけど、これでちょいちょいとこう押さえるのもおすすめです。はい。A シャープ。ちょっと押さえづらい。こことこことこことこと。はい。ギュッと押さえて、ここ、このぐらい反り替えないとダメです。ここで押さえる場合も、ここが、ここにこう、スペース、穴が開いてないと押さえられない。これ曲がってたら押さえられないですからね。ギュッと親指で押さえて、挟み込んで、こっちに引っ張り込む、テコの原理も使って、こう、ギュッと押さえて、ちょいちょいとここを足すという。はい。これが A シャープです。次、D シャープ。D シャープはね、ここと、こことここなんですよ。なんで、こういう感じ。ちょっとこれも押さえづらいかな。ここ押さえる指はこういう感じがいいと思います。はい、これあんまり見慣れないけど、ちょっと慣れるとね、まあまあ、ただしね、 A シャープから D シャープに動くときちょっとねやりづらいですね。はい、これは慣れが必要かと思います。これが D シャープというコードで、最後の方の、レッドブルーでウォッカ割ってんところ出てくる A マイナーからこの CAUG っていうことは、ここと押さえる場所、こことここなんだよね。 C の場所と4弦の1フレット、はい。ここが面白いコード進行で、Am から AUG1 個降りて、今度また C に行って D7。この流れ、CAUG はこうです。押さえるのは簡単。これ小指でも、薬指でも1弦はいいと思いますけど、まあ押さえる位置ね。こことここです。はい。これで今、シンプル簡単バージョンを4つ弾きでやってみました。いかがですか？コードちょっと難しいね。はい。で、まあ、なんとかこのコードをマスターして4つ弾きでできるようになったら、じゃあ次のかっこいいバージョンに入っていきましょうということで、かっこいい版ではコード1個。さっきは F で弾いたところに1箇所 F マイナーというコードを、変換して入れたいと思います。これですね、F マイナーっていうのは。F マイナーっていうのは初心者の人がちょっと突っかかるコードなんですけど、でも今日は A シャープとかちょっと難関コードが出てるから、まあ、これ、まあそんな難しくないかもしれない。もしかしたら F マイナー解説します。F マイナーを押さえる場所は、
こことここですね。こういうふうに押さえるのが、まあ一般的な押さえ方です。こういうふうね。ガズさんの場合は、ここの部分を親指で押さえちゃうっていう感じになってますけどね。押さえる場所は一緒なんで、響く音は一緒です。はい。ここはどっちでもいいと思います。人差し指でもいいし、親指でもいいし。親指でやりたいときは、こう、ぎゅっと握り込んで、この手首の、この角度が大事ですかね。親指を使いたいときは。でも、まあ、こっちでできるんだったら、こっちでいいと思います。もう、フリーダムでございます。はい。で、はい、ここから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはね、これはなかなかね、面白いですよ。まず、やっぱり一番印象的な、そのイントロのシャッシャッシャのカッティングですけど、こんな感じでやりたいですね。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、シャッ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 こんな感じです。じゃってこう止める。今見てください。左手だけで止めてるでしょ。ほら。はい。はい。こうやって止める。で、もっとバシッと止めるときは、こっちを押さえつつ、さらに右手でここ、クッと音を止めてもいいですよ。でも、このタッ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 とか早いから、ちょっと間に合わないから、ビシッと止まるとかっこいいんですけど、まあまあノリなんで、ロックのこう、ワイルド感をまあ持ち混ぜながら、言葉と合わせて、シャッ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 。はい。これ、カッティングという技になります。カットする音をカットするから。伸びてる音をカットする。だからカッティングですね。この弾き方。あとは、歌中は、集まるパルペハー、朝までダンスダンスクーラーあった、こういう8ビートのチャというリズムをやりたいと思います。C だけで弾くと、ダンダタス、ダタタ、ダンダタス、ダタ。はい。今回ガズレレのこの集まるパーティーピープルはカッティングと8ビートのチャの合わせ技でいこうと思います。はい。はい。で、一個悩んだのは A メロの今、集まるパーティーピーのとこに、集まるパーティー、朝までた、このスチャスカビートもいいかなと思うんですけど、まあ、スカビートやってみたい方はもちろんやってもらっても結構だと思います。今回は私は、ガズレラレンズとしては8ビートのチャでストレートにドーンとロックっぽくいこうと思います。そういうことでカッティングと8ビートのチャ、中にはスカビートやりたい方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はガズレレのホームページの1枚でウクレレでできるリズムのいろいろの弾き方の動画を紹介しているところで、カッティングと8ビートのチャ、あるいは、スカビート、ちょっと、練習してみてください。ちなみに、8ビートのチャというリズムは、まず普通の8ビートができてからじゃないとできないので、もし初めてやる方は、8ビートを完全マスターしてから8ビートのチャに行ってください。チャっていうのはこうよ。これ。普通の8ビートは、8ビートのチャっていうのは、この方がジャってこう、打楽器ですね。ドラムで言うと、ドン、パッと押すと、パン、このパのスネアの音をこう、ウクレレで再現して、打楽器の要素が加わるんで、だいぶドライブ感が増すと思います。これはロックバンドなんで、やっぱり疾走感がやっぱね、大事になると思いますからね。こう、ぐいぐい前のめりに行く、勢いのある若者パワーみたいな感じが出るといいと思いますね。はい。そんな感じでやってみようと思います。それでは、やばい T シャツ屋さん。集まれパールピーポー。ガズレレ流、かっちょいバージョン。やってみーる。ワン、ツー、スリー、フォー、シャッ。Everybody, shout, shout.
シャッ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 まあ私もともとね、まあロックバンドとかもそういうね、激しいやつが好きなんで、もう血が湧いちゃいましてですね、もう汗だくですもん。これ楽しいですけど、ちょっとやっぱ難しいですね。やっぱリズムのこの波にね、ゴーンと入って、こう疾走感のこのなんかこう、ダーッとこのね、中に入れると本当に気持ちがいいんですけど。まあまずはこのコード、押さえづらいコードから始めてみてください。リズムにね、ぴったりハマるにはコードがさっと動かないといけないっていうのがまずありますからね。はい。やばいティッシャツ屋さん、やばかったです。皆さんもぜひ楽しんで音楽やってください。ウクレレほんと楽しんで、いろんな曲ね、ウクレレで楽しむ。これまたすごくこのギャップがいいじゃないですか。ロックバンドの曲をウクレレでやる。キャンプとかね、バーベキューとかでもこれはいいですよ。ぜひ皆さん始めてください。楽しい方はどんどん周りの方が教えてあげてください。このガズレレ YouTube もご活用くださいませ。よろしくお願いします。あ、今かかってる曲はガズレレのみんなに歌ってほしいガズレレの曲なんで、これも練習して、どんどんご活用くださいね。はい、ガズレレではいろんなことやってます。イベントやってます。本もいっぱい出してます。これはね、楽しいこといっぱいやってるんですよ。ご興味ある方、この後ちょっとご案内ありますんでご覧になってください。今日はどうも見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい。楽しく音楽やりましょう。ありがとうございます。じゃあ、ご案内どうぞ。はい、そういうわけで、じゃあガズレレホームページドーンご覧になってください。ガズレレ .com でございます。ガズレレホームページにはいろいろ情報があるんですけど、ひとまずはさらっと お伝えしますと、イベント情報あります。はい、こちらです。ドン、6月16日、沖縄那覇。6月30日は長野県長野市。7月は奈良に行きます。はい。この時はですね、もういろいろ私の話、いい話聞いたり、皆さんの質問に答えたり、みんなでわーってやって、テーマを設けて何かに向かってみんなでやったりと、もう本当にね、盛りだくさんなイベントになっておりますので、もうお一人様でも大歓迎ですから、ぜひ来てください。6月16日の沖縄那覇、前日は、純駆動書店さんで、トークショー&サイン会ありますので、もしご予定あったら、6月15、16、2連チャンでディープに行きましょう。沖縄那覇、よろしくお願いします。はい。で、あと、東京都内ではこちらがあります。どうも、千人ガズレレ、あっと、代々木公園。アースガーデンというエコロジーのイベントの、に参加させて、毎年、今年3回目になるんですけど、もうちょっとね、いろんなテーマを決めてみんなで1000人ぐらいで歌おうぜっていうので、もうちょっとしたらここの YouTube で公開しますんで、とにかく日付だけ開けといてください。7月6日の土曜日、真っ昼までございます。準備しといてくださいよ。今、この YouTube でお題をね、出しますんでね、よろしくお願いします。あと、本とかいろいろ出してます。グッズもいろいろ出してますんで、最新情報はガズレレ .com もここにリンク貼っておきますね。これホームページチェックしてください。そのリンク先にはですね、ガズのブログも書いております、ね。いいブログ書いてますから。はい。で、リットミュージックの100曲入りの歌本も、まあ、予約開始。5月30日発売です。皆さん、盛りだくさんで音楽を楽しみましょう。やっぱりね、音楽聴くよりやろうが楽しい。よろしくお願いいたします。ガズレレでした。さよなら。